帯広記念は、帯広市が帯広競馬場で開催するバンエイ競馬の重賞競争である。2019年度の聖賞は、農林水産大臣賞、帯広市長賞、農業法人釜滝きの子株式会社賞、帯広市生産者賞。1978年に創設された3歳以上のバンエイ競争馬による重賞競争。バンエイ競馬のグレードでは、 BG1 に格付けされている。創設当初より、帯広競馬場の看板レースとして施行されており、開催地は一度も変更されていない。1997年度より、正月開催期間中に施行するようになり、2000年以降は、開催日も1月2日で、ほぼ固定され、正月開催における最大のレースとして定着しているほか、広域場外発売も通常より拡大され、 おおむね全国で発売している。本競争には2014年度まで農林水産大臣より寄贈賞が提供されているが、2015年度は不祥事の発生により農林水産大臣賞を返上した。売上最高記録は2018年1月2日に開催された第40回開催時のもので6、965万4、900円。 二千十九年度の一着賞金は二百五十万円で、以下二着七十五万円、三着三十五万円、四着二十五万円、五着十五万円。二千二十年度は、賞金が前年より上積みされて、一着は五百万円、以下二着百七十五万円、三着百万円、四着四十五万円、五着三十万円。二千六年度までは、帯広市の北海はわ沢市。 旭川市、北見市でも市営による万営競馬が開催され、それぞれの都市名を冠した記念競争が行われてきた。これらを総称して、四式記念競争と呼ばれることもある。この内帯広記念、岩見沢記念、北見記念は3歳以上の馬による BG1 に格付けされ、長年にわたり、当地の看板レースとして施行されてきたが、旭川では、 朝日川記念が4歳馬による BG3 の格付けで施行され、代わりに朝日王冠賞が上記3競争と同様の格付けで施行されていた。2007年度より万縁競馬が帯広市による単独開催へ移行した際、帯広記念を除く3競争も帯広での開催に変更されたが、この時に岩見沢記念と北見記念が BG2 へ格下げ、 朝日川記念は4歳馬による重症競争を廃止の上、朝日王冠賞を朝日川記念に解消して存続し、PG3 に格下げされた。2020年度に朝日川記念は開催時期が7月に変更され、PG2 に格上げされた。なお、同栄競馬でも競馬場所在地を冠した記念競争が行われていたが、いずれも1985年までに廃止されている。 また、門別競馬場には、競馬場所在地を冠した記念競争が当初から存在していない。本競争の番イ重量は 900kg 前後で、番イ記念に次ぐ、高重量が設定されており、約2ヶ月後に行われる番栄記念へのステップレースとしても非常に重要とされている。コバのローテーションは、本競争からチャンピオンカップを立て番栄記念に向かったり、 または、本競争から万栄記念へ直行する場合もあるが、多くは特別競争などを経ている。本競争の優勝馬が、同年の万栄記念を優勝したケースは、2000年以降だけでも2005年2007年2013年の3例がある。優勝馬のバレーは2000年まで旧表記、2001年以降は現表記。ありがとうございます。